プロテニスプレーヤーでジャガーのアンバサダーを務めます錦織圭さんです。どうぞ拍手でお迎えください。もう本当に嬉しいの一言ですね。当初ジャガーさんと契約させてもらうときに、自分のモデルが出たらいいなというお話をしてたので、こうやって現実に、なるっていうのは本当に楽しみですね。では早速その F タイプ K 錦織エディションをお披露目していただきたいと思います。どうぞ。錦織さん、阪神社長ありがとうございました。そうですね、まず最初は外のインテリアの大好きなオレンジを、入れてほしいということを、お願いして、あとホイールだったり、中にも結構こだわりを持って作ってもらったので、外は派手ですけど中はこう、シックな黒で、オレンジのスティッチが入っているという、すごいおしゃれな車になっていると思います。そうですね、やっぱりいろんな こだわりを持ったの方々に、こう外見は派手ですけど中は本当に細かい作りになっているので、いろんな幅広い方に、乗ってもらいたいと思います。今年大躍進を遂げられました錦織さんに、ハンソン社長から少し早いクリスマスプレゼントがあると伺っております。ハンソン社長、お願いできますでしょうか。おお、すごい、むちゃくちゃ嬉しいですね。テニスの王子さんは僕も昔から見ていて、ちょっといろんなショットはまだできてないんですけど、このかっこいい車と、僕自身もすごいかっこよく描かれているので本当に嬉しいです。私たちも本当に喜んでおります。で、今日はですね、実は好み先生にも来ていただいております。どうぞ皆様拍手でお迎えください。どうですか。いや、むちゃくちゃ嬉しいです本当に、はい、改めましてご紹介させていただきます。漫画家の好み武史先生です。そうですね、3年前に対談した時にすごい強い選手と戦った時にどんな気分で戦ってるのっていうのを聞いたら、逆に楽しんでやってるっていうのを聞いたので、あ、これはもうあと数年で多分ベスト5までは絶対上がってくるなっていうのは確信してたので、実はさほど驚いていない躍進だっていうふうに私は考えてます。で、やっぱり仕事中に夜中に毎日試合を見るので原稿がちょっと遅れ気味になってるので、でもそれぐらいの彼の活躍は嬉しくてなんか自分のことのように思いながら仕事はしていますね。ちょっと乗せてもらってエンジン音を聞いた時にやっぱり、あ、これに K が惚れたんだなとやっぱり思うぐらいすごい躍動感があって、それと彼のプレースタイルがすごいマッチしてて、その2人がタッグを組んだらこんな風になるだろうな、テニスコートで大暴れしてほしいっていうのをすごい考えて作りました。こうやってテニスの王子様を昔から見ていて、こう自分を描いてもらえるっていうのは、本当に幸せなことなので、本当に感無量です。はい、ありがとうございます。そうですね、この2週間は1年の終わりなのでしっかり休んで、来年のためにまた、力をチャージして、もうシーズンしっかりトレーニングと練習をこれからもしっかり続けて、来年はさらにランキングを上げれるようにまたグランドスラムで、上の、トップにまた立てるように、頑張りたいと思います。